今回は朝、昼、夕、1分、誰でもすぐできる、あなたの人生を変える睡眠の法則 2.0 という本をご紹介します。この書籍は14万部を突破したベストセラーあなたの人生を変える睡眠の法則の全面リニューアル版です。医療現場で実証された快眠習慣がわかりやすく解説されています。著者の菅原洋平氏は、前作だけでなく、すぐやる、行動力を高める科学的な方法などのベストセラーでも知られています。自身の作業療法士としての経験を通じて、人をやる気にさせることが全てと語り、あらゆる方法を用いてやる気を引き出していきますと述べています。彼の言葉に基づき、本書では毎日の生活で自然にやる気を引き出す睡眠法則が紹介されています。朝昼夕それぞれたった1分の行動で睡眠習慣を根本的に改善することを目指す本書は、科学的な根拠に基づいた簡単な方法を提供し、読者の睡眠の悩みを改善していくことを約束しています。本書で紹介される3つの習慣のうち1つを取り入れるだけでも効果が期待できるとされています。生活習慣を改善したい方には、一気に取り組むよりも1つずつ小さな取り組みから始めることがおすすめされています。短い時間で手軽にかつ根本的に睡眠習慣を改善したい方に本書が特におすすめです。具体的な睡眠の悩みを抱える方は、眠りの悩みを解決するという章に注目すべきです。この章には、寝つけない途中で目が覚める、早く起きすぎる疲れが取れないなどの悩みに対する解決策が紹介されています。また、交代制勤務の方のための対処法も詳細に述べられています。朝昼夕たった1分ずつの習慣を取り入れることで睡眠の質が改善されるとされています。ライフスタイルに合わせた柔軟な解決策を提供する本書は、老若男女問わずおすすめの一冊です。私自身がこの本を読んでみた感想として、その睡眠法則の実践は非常にシンプルで日常生活に取り入れやすかったです。特に1分ずつの習慣が大きな変化をもたらすことに驚きました。著者のアプローチは科学的で根拠があり、効果を感じることができました。悩んでいた睡眠の問題に対する具体的な解決策が示されている点も高評価です。全体として自分の生活に合わせて取り入れやすいアドバイスが多く、これからも続けていきたいと感じました。